こんにちは、市村正樹です。最初のアドリブみたいなところを言いますと、 A7 か Am か、まあ、C でもいいんだけど、全部当てはまっちゃうんで、とりあえず Am でいきますけど、こういうのに乗っかって弾くというつもりで、ドとレ、ドとレだけっていうのの音の可能性ってめっちゃめちゃあるんですね。音が2つあって、1小節っていうのは一応可能性としての、まあ、最初の可能性は16分音符、タカツク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 、タカツク4回分16回の音を出すか出さないかっていう可能性がありますね。でそれの1個目の音をドにするかレにするか、もしくは弾かないかっていう3パターンの3つの可能性が、まず1個目に3つの可能性がある。そうすると2つ目のところでドにするかレにするか弾かないか、3つパターンがあると思いきや、もう1つある。最初に弾いた音を伸ばしっぱなしにしておくか止めるか。だから2個目のタイミングからは4つやれることがある。ってことは16分音符分のタイミングでドとレ2つの音だけ使ってフレーズを作るってことは、 3×4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 ×
音っていうのの手前に音があったとして、そいつの音を伸ばすか伸ばさないかっていう選択も入れて、シンコペーションからの入り口かどうかっていうことを言ったら、まあ簡単に言えば4の16乗いくつか知りませんけど計算してください。そんだけ音の可能性っていうのはあるわけですよ。そうすると今度ドとレとミも入れたら何パターンあるのと、ソも入れたら何パターンあるのと、ラも入れたら何パターンあるのと、1オクターブ違い入れたら何パターンあるのと、でファとシとかも入れてたらどうなるのと言ったら、フレーズなんてのはもう無限にできるわけですね。音の組み合わせとして考えただけでも無限にあるわけ。ってことは世の中にギターフレーズというものがいくつかあって、まあそれは知ってるよね的なフレーズが、例えばこうっていう一個のフレーズがあったとしても、そしてそれに今みたいなフレーズが8個ぐらいとか10個ぐらいとか20個ぐらい、自分の手癖が少しぐらいは手癖になってるから手癖があったとしても、無限の可能性の数から言ったらもうほんの少しのフレーズなわけですよ。まあもちろん16分音符全部こう、まあこれも一つのフレーズですけどね、こうやって弾くっていうパターンはまあ極端だとしても、何かかんかの、弾く弾かない弾く弾かない、伸ばす切るミュートするとか全部入れてったらめちゃめちゃ可能性がいっぱいあって、じゃあどっから手つけていけばいいのっていうと、まず精神的に何やったっていいんだよっていう、自由だよっていう解放される精神と、まずは一個ずつちょっとずつお試ししてみるっていう、そっちの方向性と、でそれにはやっぱり順番に順番にちょっとずつやっていかないといけないので、thank you.
るけど、こういうフレーズ組み合わせいくらでもあるから、とにかくドとレだけでなんとなく、弾いてみる。ドとレの可能性は無限にある。かといって最初から16分音符バリバリにアドリブしてくださいっていうのもちょっと無理な話があるから、8ビートに乗ってるとして、じゃあ今度はソーラーの音、4弦の5フレットと7フレット、ドレ4つの音を使って全部5フレットと7フレットだからね、ここでは人差し指と薬指しかほとんど使わないつもりで今みたいなことをやってみる。そのやってることに飽きてきたらテクニックが入ってきます。ハンマリング、プリング、で両方使ったトリル。そうするともう飽きてきたらチョーキングが来る。まあ、とりあえず3弦7フレットの方だけチョーキングしてみようということで、今みたいなことをやってると、フレットが鳴ったって2弦の5フレットが鳴ったって気にしない。でチョーキング含んでのフレーズっつっても、似たようなフレーズでも、例えばこういうのとターラーリーラーっていうのと、ダメなのよっていうのと、キャーキャーララーとか、コエオエオエオで、全部弾いてっちゃう。チョーキング一つとってももうたくさんのタイミングがあるわけですよ。それはまあ結局16分音符分っていうか、まあ一拍で弾くとしてもたくさんあって、でチョーキングして弾くとか、今のもミュートしたり止めたり、音を止めたり切ったり弾いたりしてるけども、これもいろんなパターンがある。とりあえず今ソとラとドとレこんだけ出てきた。そしたら今は5フレットと7フレットしか使ってないから、こういう
っていうスライドとか2音両方ともの2音使ったを3箇所で弾く練習をしてみる。例えばこれ、このフレーズができたとするじゃないですか。そしたらこれを今チョーキングしたところをスライドでこっちに持ってきてみる。そうするとこれ何ができるかっていうのをやります。これ今弾いたフレーズね。これを1オクターブ下でやると6弦の3フレットから同じ形。さっきのやつの1オクターブ上は2弦の8フレットから同じ形、同じ角度。この3箇所まず死ぬほどやってみてください。死ぬほどやったらこれはできるようになる。これできるようになるよね。今のに慣れたら次はこれができるようになる。ここまで。この時のコツは3弦7フレットから9フレットにスライドする指は中指でやると今のはできるようになる。ここと最後のフレーズはタイミングとスピード的にあまり初心者コースじゃなくてちょっと上級者コースになってきたけど、上級者コースを目指すっていうのはこうやって階段を上っていきますせと、そして
ちっちゃいフレーズの組み合わせ組み合わせ組み合わせ、まあ積んでく積んでくっていう3箇所ぐらいでやるとこういう風になってくっていうね、そういう。あとはタイミングと速さの問題だけだから、上がってくるやつは、まあ、別にあんまり早くやる必要ないんで、で今のは全部ピッキングしていってもいいし、スライドがいっぱい含まれてるからピッキングしないところがたくさんあってもいいから、今みたいな音が聞いていいところって今自分で決めたら、他のところに浮気しずにとりあえずこれだけで、みたいなのができるようになるといいねの、だいぶ今だいぶ先まで行っちゃいましたけど、最初の最初はあくまでも、これを広げてったら今のところまで行きますと。でそれがもっともっと別な場所とか別なポジションで同じ音を探していけば、これはここにもあるしと、違う場所で弾けるようになればもう好きなだけ弾けるようになりますと。で行ったり来たりみたいな、他の動画で僕がやってる、こういうじゅんぐりじゅんぐりのズレズレのやつができてれば、順番とかいちいち気にしてないですよ、適当ですよ、適当にやっててこういうことをっていうのは結局は最終的な、他のこともやっちゃうね、真面目にやろう、他のこともやっちゃう。
みたいなことよりも本当は僕が好きなのはっていうか、まあそのあのね、本当はっていうのも語弊があるけども、本当はこういうプレーから入ってってほしいっていうのは、今の散々グリ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 ってやってった上で、本当はこういうのをやってほしいっていうのはこういう、ハーモニーっぽいことを勝手にやれるようになってくる。最初はドトレ、その次は、ソトラ、それはこっちに回って、それを利便性でコースポンといっちゃうと、こういうボックスに入っていきますと。だからまあボックスのフレーズ弾いたりしながらもアドリブには挑戦していく。アドリブってのは適当だから、自由だから、何してもいいからっていうとこから入ってって、その何してもいいけども自分の表現の、何してもいいとは言われてもリズムはかっこいい方がいいじゃないかっていう話ですよね。とで、変な間違った音を弾くと恥ずかしいっていう気持ちはまず捨てて、そうじゃなくて変な音を出したって平気なギタリストになりたいと。でもしくは変な音を出してもすぐなんとでもなるっていうギタリストを目指したいっていう、そんな感じですね。じゃあ変な音を出しながら。
ね。